はい、どうもどうも、サオでございます。本日はですね、普通のゲームの実況をね、やっていきたいと思いまして、ただ多分再生数は10再生ぐらい。まあ、いつも攻略動画ばっかりやってるので、興味ある方は見てみてください。それでは本日はやりたいのは、犯人は僕です。というゲームになります。全くの初見なので、ちょっと前のゲームなのかな？なんか2みたいな、露天風呂編みたいなのが出てたんで、そちらで知ってる方もいるかもしれません。それで前置きは以上です。行きましょう。ちょっと最初だけ見たっていうね。早速、初見じゃないのが、神々。早速初見じゃないのがバレたんですけど。やっていきましょう。大学生活を満喫していたある日のこと、俺は大学のサークル旅行に来ていた。参加したのは同じ映像制作サークルに所属しているメンバーの7人だ。今日は山奥のコテージに2泊3日することになっている。なんかかまいたちの夜みたい。1日目は移動やら部屋の割り振りやらであっという間に時間が過ぎていき、完全にかまいたちの夜な。生贄の夜にも似てるかも。生贄の夜だっけ？ちげえな。その日の夜は明日から活動計画という名の飲み会が開かれた。まあまあそうやな。ちょっと風に当たってくる。なんだ黒田情けねえな。情けねえな。金沢の下品な笑い声を背に俺は一人2階のバルコニーへ向かった。なるほど。色でわかりやすくなってる。下がすごいんだけど、広告じゃ消しとくわ。フェイスに手をかけ休んでいた時って、黒田くん。声がした方に振り返ると白雪が立っていた。白ね。白雪も気分悪くなったの？そうじゃなくて。歯切れの悪い言い方に、首をかしげると白雪は俺の顔を見つめて、俺の秘密を口にした。やっぱり隠しておくべきじゃない。やめろ！俺は反射的に白雪の腕をつかみ、早速ぶち殺しましたね。バルコニーから突き落とした。まあ、こっからですよ。まあ、もう最初から言ったように僕が犯人なんでね。まあ、闇に目覚めた力を使って、重い落下音が響いて、俺はようやくことの重さを知る。まあ、闇に目覚めてますね。僕の大好きな中二病です。俺は。その後の記憶は曖昧でよく覚えてない。もうバレバレだよな。証拠隠滅もしてないもん。そう、一つ一つバラバラにして食べるとかしないといけないからさ、こういう時は。金沢のうるさい声で朝を迎えたっていう、寝たんかい。どうした朝っぱらから。白雪が。金沢が向かった先はコテージの裏側。白雪さん、いやいや。何これ、ちょっと誰か。落ち着け、とにかく警察に話して。緩み切っていたそれまでの空気は一変し、互いが互いを見つめるようにその場から動けなくなった。ちょうど2階のバルコニーから真下の位置、血染めの地面に白雪が倒れていた。こんな状況だったよね。俺は冷静に白雪を見ていた。お前犯人じゃねえか。罪悪感よりもある感情が俺を支配したからだ。バレてはいけないっていう感情じゃない。捕まえたくない。クズですね。なあ、黒田。そういや、昨日の夜、お前だけいなくなったよな。金沢の発言に、その場にいた全員が俺を見た。俺バレる。まあ、4日以内に全員をぶち殺すっていう、ストーリーなんで、じゃ全員を殺していきたいと思います。待てって金沢。人に疑いかけるより警察だろう。俺が警察に電話しておく。みんなは一度部屋に戻っていてくれ。夜にもう一度リビングに集まって今後のことについて会議をしよう。話がある奴はその時にしてくれ。青木が冷静にその場を収め、一度解散という形でそれぞれ自室に戻った。というか、俺の秘密って何なん？俺すら分かってないんだけど。崖崩れの復旧にはよかん。コナンのやつね。復旧するまで来れない。警察が駆けつけるまであと4日。4日以内に全員ぶち殺す。警
警察が駆けつけるまであと4日、夜の会議で金沢は俺を犯人だと言うつもりだろう。なんとか金沢の口止めができないだろうか。ちょ、陰陽師出てるよ、上に。ちょ、待って。何すればいいんだ。こっから行動開始か。会話ログ見てみよう。なんか、誰に？金沢に疑われてて、しょ、わかんねえな。何すればいいんだろう。とりあえず回ってみよっか。なんかタップで調べられるか。なんもない。散らかってんな。てか、狭くね？風呂？これ？もうちょいね。なんかね、ウハウハしたイベントもできやしない。バスルーム。一期一会。何も調べられないから、2階行こう。スミレの部屋、赤井の部屋、白雪の部屋、白雪の部屋。これ怪しいな、あからさまに。白雪の部屋入るのはちょっと。バルコニーで事件が起こった。何もできない。とりあえず人間との接触だな。まずこいつに疑われてたらこいつぶち殺すぞ。よう殺人鬼、何の用だ。もう犯人呼ばわりか。その誤解を解きに来たんだけど。うるせえ、俺は見たんだよ。お前が飲みの時一人抜けてくの。白木。ああ、クソが、すごい怒ってるね。金沢、こいつは会った頃から俺を断るごとにバカにし、ああ、なるほど、そういうタイプね。まあ、木こりファッションなんで、もう典型的な大学生なんでね。言っとくけど、俺は犯人じゃない。犯人はそういうんだよな。なあ、いいからさっさと失せろ。ダメか。ストーリーが進行した金沢は俺の話聞いて。なるほど。こいつの話を聞いてたのは青木なんだけど。あ、青木めっちゃ散らかってない？書きかけのレポートがある。旅行に来てまで課題するのか、優等生の鏡だな。医療的なことが書かれているというのはわかるが、詳細は難しすぎて俺には理解できない。青木のレポート、何か医学的。いや、こいつに調べられたらまずいということか。食べかけのポテチが。男は黙って、うん、どうでもいいっすね。とりあえず調べられるのは、この6個マークつくってことか。なるほど。誰か金沢と仲いいやつ。お前は？白木さん、やだ。帰りたい、お母さん。あ、調べられる。サークルの中で一応と、スミレとは正反対で、化粧を着ない地味な女の子だ。ごめんね、一人になりたい。おい、調べてるぜ。あ、ダメだ、ダメだ。誇りがとかも変態。黒田の部屋は何もない。なるほど。赤いスミレ。赤い。よ、こんなことになるなんてな、金沢の言うことあんま気にすんねん。お、こいつ話がわかるじゃねえか。赤いこいつとは大学入学初日から一番つるんでいる。うん。お前の友達は殺人鬼だ。じゃあ悪いけど俺少しやることがあるからさ。ああ、また後でな。お前存分に利用してやろう、俺が。はい、スミレ。あ、これすごいビッチ臭が漂いますね。スミレ、顔だけはいいギャルだ。青木のことが好きなんかい。金沢の女版。はあ、いいから出てけっての、この容疑者。青木に言いつけるよ。まあ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 、俺が犯人ですからね。ハニーオーバーワリかとか、ほんといい加減にしてほしいって感じなんですけど。青木か？いたいたいた。性格よし、顔よし、頭よし。彼女の夢は知らないが、これでモテないわけだ。あのね、ファッションもね、好きですよ、俺は。アホマじゃないですけど。女子に甘い部分があるけど、真面目に耐える桜の部分なんです。さっきありがとうな。え？金沢が俺が疑った時かばってくれた。お前をかばったわけじゃない。女子を早く部屋に返して、お前変態か？スミレとはかく緑がかなりショックを受けてたからね。たく金沢にも考えるような男だけ呼べばいいだろうに。
そうだ、悪いけど金沢呼んできてくれる。あいつが第一発見者だしな。ついでにもう少し話を聞いて。なるほど。黒だって俺か、つうか今気づいたけど。もしかしたら青木は金沢を疑ってるのか。よし、金沢を疑ってるぞ。よし、金沢呼びに行くと見せかけて、なんかどっかに、なんか工作できるやつが増えている可能性はなかったんで、黒ですね。金沢に会いに行きます。よ。違うんだ。青木がお前を呼んでる。青木が？めっちゃ、めっちゃ従順なワンちゃんやん。はい、スマホラッキー。さーて、物色だ。これは日記。意外にマーメイなことしてるな。内容は、買ったコーヒーを青木に奪い取られた。あいつ知らずに飲んで、うわ、キモ、やば。どういうこと？どういうこと？ショセフィロスはいいよ。なにめっちゃ嫌いなのか。あ、こいつ、白雪めっちゃストーカーしてたのか。うわ。こいつ犯人にできますやん。写真集が作れそうなほど。あ、なんか一個取り逃がしてんな。あ、これか。スマホの画面。頼む、試しに一週間付き合ってくれないか。おー、生きた。これ下手くそなやつがやるやつだ。LINE の追撃。当然白雪は未読のままだ。普通の女子ならドン引きするだろうな。はい。じゃあちょっとね、まあ LINE はね、めんどくさいですからね。はい。オッケー。全部回収できたかな。順番通り。金沢はちょっとね、マジでね、黙らせられるから、ほんと、黙っといてほしいんですけど、裏工作を終了するよ、光っちゃうんだ。あ、もう何もできなくなっちゃった。じゃあ、裏工作を、続けられるじゃん。これ調べらんないんかな。これをね、どうにか調べらんないかな。俺の部屋は。どうしようもならんか、これ。スミレの部屋、シダヤキの部屋の、バルコニー。これは、おしまいか？終わりかな。手に入れた証拠品。4つでいいんかな。まあ、とりあえず金沢は黙らせられるから行きましょう。よし、会議を始めます。メンバーの 250%、 青木の呼びかけでみんなが一度に集まることになった。なるべく金沢とは関わりたくないので気が進まないが、金沢がまた余計なことを言わなければいいけど。諦めるボタンある。みんな集まってくれてありがとう。あんな後で顔を合わす気にもならないし、めんどくさい、なれないだろうけど、あといつかここに泊まらなければならない。だからみんなで協力してこの5日間を乗り切ろう。さすが青木、それぞれ不安を抱えたメンバーの顔に少し明るさが戻ったけど、白雪は白雪の部屋に運んだ。マジか。今後のことだが、毎日1回集まる。ここら辺ではっきりさせておこうぜ。白雪を殺したのは黒田だってこと。くうたまってる。クズとクズの戦い。またその話をするのか。なんでそこまで疑ってくるんだよ。じゃあ昨日の夜、お前は飲み会から出て行った後何をしていたんだよ。その時に殺したんだろう。やばい。倒れた。これか？とりあえずこれで行ってみよう。やべえじゃん。もう心拍数バクバク 90%。
いや。ええー。そうだそうだ、時間がまだバレてない。さすが飲み会の途中で抜けただけで犯人というのは強引すぎじゃないか。うるせえお前なんだ。 もし俺が白雪を殺したっていうなら当然白雪を殺す動機があったってことだよね。そんな知らねえよ。なんかあるんだ。動機がわからないじゃ犯人というのは言いにくいよ。普通強い動機がないと人を殺すことなんてできないからね。例えば白木に振られたとか。おぉ、ラインだな。黙れ、金沢。いや、俺が言ったわけじゃないよ。そういうのは動機になるから、バレバレなんだよ。それは、振られたぐらいじゃ殺しはしないだろう。それこそストーカーでもしてる人じゃないとな。あ、ストーカーといえば。ところでこんなものを拾ったのに何か白木が死んだことと関係があるかもと思って。白木の私物かな。私物かな。あー、まあまあまあ、これでいいでしょう。白木の写真じゃん。変態よ。変態です、この人。こんな盗撮みたいなことやらないよ。誰のか知ってる。あ、変態ですね。これ変態の手ですもんね、これね。変態の構え。じゃあこの写真は金沢が持ってたよ。皮肉かな？もしかしたら重要な手がかりかもしれない。あ、わかった。ところで金沢まだ俺が犯人だって言う？ちょっと待て。黙ったね。やっぱやめよう、犯人さん。ざまあ。ほら、よくねえよ、いがみ。待ってかね。会議始めた頃より 10% 上がってんだよな。よし、もう時間も遅い。みんな今日疲れただろう。この辺にして、部屋に戻って休もう。私先に戻るね。俺も部屋に戻るか。ああ、4日が長い。金沢大丈夫か？顔色悪いぞ。ああ、しょうがないな。コーヒーおごってやるよ。ありがとう。ちょっと待ってろ。ああ、コーヒーね。これ黙っといて、マジで。はい、どうぞ。黒田のコーヒーいるか。ありがとう。でも俺はゲテモノ好きじゃないから遠慮するよ。コーヒー苦手か？じゃあまた明日な。よし、10%。もう最初に戻っただけだけどね。分かってもらえたならいいんだ。千秋の写真見たのか。すごい枚数だよね。個展でも開くのか、と思った。やべえな。ゆするね、黒田くん。成功。というわけで、1日目はね、成功しましたと。はい。まあ、まだね、ちょっとね、よくわからないというか、うん。普通だなって、まだ面白いなって思ってないんですけど、まあ、これから絶対面白くなるんじゃないかというわけで、はい。パート2に行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。